ひなちゃんお疲れ様です。わお疲れ様です。こっちから来ると思ってました。いや仙台まで今日呼ばれましたけれども。そうなんです。仙台に来ていただいた理由がありまして、どうしました？実はじゃん。じゃん。3000円。はい。俺が？3000円が何かと言いますと、最近 YouTube にの辛辣なコメントが多いという。まあまあちょっとご指導のようなコメントはちょこちょこありますよね。女子もそれを見てまして、この3000円をいただきまして、これでお酒の美術館の魅力を再アピールしてこいということでいただきました。なるほど。仙台にあるヨドバシ仙台店で、この3000円を使って3000円でどれだけ満足したものが飲めるかみたいな。なるほど。予算3000円でどれだけ満足できるかと。そうです、そうです。それをひなちゃんが今日提案してくれるんですね。そうです。まあ、私いろんなお酒の美術館回らせていただいていろんなお酒飲んできたんで、その私がおすすめするものにはなるんですけど、飲み方を紹介していこうと思います。なるほど。これはお酒好きには満足できると思います。あ、はい、楽しみですね。そうです。まあ、いわゆるひなちゃんの上司からも言われたガチの広報活動になってくると。まあ今までもガチですガチですけど、よりそうです、まあ、リーズナブルなお酒の美術館行きやすいということで、この3000円で満足できる飲み方をご紹介していきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ案内してください。行きます。はい、ひなちゃん。はい、ヨドバシ仙台店に到着しました。早速入りましょうか。はいはい。酔う前に、まあ、駆けつけハイボール1杯とか聞くと思うんですけど。あ、聞きます聞きます。私的にはこの酔ってない時点でちゃんとウイスキーを味わうことで、あ、なるほど、満足感が出ると思うので、最初はストレートで気になるやつを飲んでいただきたいなと思います。お、なるほど。気になるお酒1杯目はフロムザバレルでいきたいと思います。これはまあお酒好きだと皆さん知ってると思うんですけど、フロムザバレルを1杯目に集中していただきたいと思います。ちなみにお値段はこちらは、お値段は1000円ですね。2000円。最初に500円飲むっていうのもありなんですけど、一番気になっているものを高額でも1回飲むっていう。確かにワンコインがね、お酒の美術館の売りっていうのもありますけども、あえて1杯目はそのお酒の美術館の中でもいいウイスキーを飲むとです。この主役のうちにクロムザバレルを飲んでいきたいと思います。なんかテイスティングセミナーで行かせていただいたときに習得した技なんですけど、匂いを嗅ぐときに皆さん口閉じて嗅ぐこと多いと思うんですけど、確かに口をちょっと開けるとなんか気圧の関係で結構匂いが鼻にちゃんと来るっていうのを習いまして、それで実践してるんですけど、それで言うとこれはめっちゃモルトの感じとフルーティーとあとプラム、あ、キャラメルもちょっとありますね、全体的に甘い感じってことですか。そうですね、飲みやすいのかなっていう感じがあります。粘土はあれ、あ、粘土もちょっとあります、っていう感じです。粘土、粘り系、回した時に水滴が落ちるスピードとか跡とかで見れるんですけど、粘度も高い方なんで度数は結構高めのウイスキーってことが分かります。じゃあいただきます。あ、なんか度数高めの割にはというか、すごく入ってきやすい飲みやすさがあって、ピート感はそんなになくて、ドライフルーツとバニラと、飲み心地としてはグッとくる感じなんですか、それともスッと入ってくる感じなんですか。51度の割にはスッと入ってきます。度数高いウイスキー1回ってなるんですけど、全体的に飲みやすくてフルーティーって感じです。1杯目集中してストレートで飲んだので、次は気軽に2杯目いきたいと思います。気軽な2杯目、はい、まあ、あんまり考えずに飲めるということで、ワンコインのウイスキーを選びたいと思います。どうしようかな。ヨドバシ仙台店でワンコインのもので飲みやすいやつってあります。こちらのホワイト&マッカイ、あー、いいですね。ワンコインのウイスキーです。ではこちらのホワイト&マッカイのオールドボトル、飲みたいと思います。なるほど。でもこうやってね、バーテンダーさんにこのワンコインって何がありますかって聞くのも、そうです、そうです、ね、いいですよね。ぜひ聞いてほしいですね、各お店のバーテンダーさんによってまたおすすめ違うんで、そういう楽しみ方もあると思います。
きます。うん、癖がなくて飲みやすいですね。本当に何も考えないで飲めるというもうすっきり美味しいみたいな。すっきり美味しいです。さっきストレート飲んでますからね、ちょっとお口直し感覚も含めてみたいな。爽やかに飲んでいただけますね。甘い感じのアーモンドとかフローラルでモルトの甘みもあります。うん、美味しいです。はいはい。ちなみにこの時点で予算的にはどうなってますか？これが500円だったんで、残り予算1500円。はいはい、ちょうど半分ぐらいですね。そうですね、はいはいはい、結構もう最初にストレート飲むと満足感はありますね。確かに。まあ、ウイスキーできたんで、うん、一回ビール入れたいと思います。おー、ここでビール、はい、なるほど。そうなんです。ちなみにビールはお酒の美術館決まってるんでしたっけ、銘柄は、ね、サントリーかアサヒさんで用意されておりまして、うん、まあ、全部生ビール樽で用意されてるので、うん、生ビールで飲んでいただけるものになります。ヨドバシ仙台店だとアサヒの丸 F ですね。丸 F を一杯お願いします。ウイスキー、ウイスキーで来て疲れてる下に爽やかに行きたいと思います。うん、いただきます。美味しいですね。うん、確かにウイスキーストレート来てハイボール来てってなるとちょっと違う味入れたいですもんね。そうなんですよ。やっぱウイスキーって味は濃いので疲れちゃうんですよね、うん、飲んでたら、うん、なんで一回こういう爽やかなビールとか、まあ、ジントニックとかもいいかもしれないですね。あー、なるほどね。確かにちょっとカクテル入れてもいいかもしれないですよね。そうです。もうここはお好みですよね。お好みです、本当にお好み、うん、私はビール、うん、じゃあ今フロムザバレルのストレート、ホワイト&マッカイオールドボトルのハイボールで、マルエフのビールをいただきました。で次4杯目ですね、はい、この時点で900円。はい、900円です、うん、なので、まあ、あと最後1杯ぐらいですかね、3000円に収めようと思って、うん、はい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 、なので最後は、まあ、スコッチビールときたんでバーボンいきたいと思います。おー、バーボン締めですか。はい、いろいろ飲みたいということで、はい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 、バーボンで、900円以内で美味しいやつということで、ワイルドターキーの8年を1杯お願いします。水割りでお願いします。お、ここは水割りですか。まあ、ハイボールビールって飲んだら炭酸で結構お腹いっぱいになる方いると思います。なので最後は水割りですっきり飲むっていう感じです。それはいいですね。なんか無理せず楽しめるラインナップかなと思います。なんかひなちゃんにしたら輪廻かなってますよね。にしてはねここまでね、お酒の水が広報としてもそうですし、まあ、もともとウイスキーとかお酒好きですから、ね、飲んできたそのあれが生きてますね、今ここ で、 そうです。もういろんな店舗を行かせていただいたので、はい、その中で編み出した一番満足できる無理しない飲み方ですね。確かに、まあ、人にはよりますけど。じゃあワイルドターキー8年の水割りをいただきます。いただきます。うん、やっぱバーボンは結構甘みが増しますね、全然スコッチと違って。モルトとクレーンの甘みが強いような気がする。結構フローラルな甘みがグッときてて美味しいです、うん、水割りにすると甘みも結構感じられやすくなるのでおすすめですね。最後にゆっくり水割りで飲んでお帰りいただくという。なるほど200円お釣りが来る状態で。お、200円お釣りが来るんですね、はい、今この状態で結構満足できる。いや、これ結構満足ですよね。と思いますよ、うん、本当に。これチャージもちろんゼロでってことですよね。美術館でしか味わえない満足のラインナップです、うん、これあえて僕ディレクターだから言いますけど、普通のバー行ったら多分この4杯飲んだら5000円とか言ってもおかしくない。チャージの時点で多分2杯目ぐらいで予算超えてると思います。うん、可能性ありますよ、ね、はい、これは本当にお酒の美術館だからこそできる飲み方。そうです、初めてひなちゃんで勉強になりました。ありがとうございます。初めて、まあ、そういうことですのでじゃあ今回私が紹介させていただいたこのパターンはあくまでもパターン A です。皆さんの飲み方ももちろんあるでしょうし、私ももうちょっといろんなラインナップを持っているので、まあ、高評価いただいたらパターン B、パターン C 紹介していただきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。